3チーム目初心者大使ドリーム選抜スタートまで本当皆さん応援してあげてくださいね。お願いします。皆さんの応援で多分頑張れる人たちなんで、はい、はい、では参ります。いきますよ。5秒前4 3 2 1、スタート。この扉の音が緊張する。ギーっていうね、一見手堅い編成なんですけど、旅芸人も道具使いもいないので、ムッチーノになった時にどうしようもない前のめりな、そうです、確かにね、編成だと思います。あ、スリープダンスに行きましたね。面白い、はい、あ、これで災いを封じるという作戦なんでしょうかね。なるほど、そうですね。でこの間にムッチーノを処理みんなでしていくという、そうですね、なるほど、はい、なるほどね。ムッチーノを削ってコースブレーキが溜まったら一斉攻撃ってところですかね。さあ、エンラージャーはまだ雲の上でぷかぷか寝ております。さあ、暴走魔法陣発生したんで、なるほど、ムッチーノ2人とも黄色になりました。安定はしてますね、だいぶね、してますね、すごいしてます。さあ、インコさんたまんねないというね、多分これはね仕込めと言われていたんでしょうね。来た、あ、当たってしまいました。エンラージャーが目を覚ましましたが、コースブレーキ出た、ここからコースブレーキ入った。さあ、ムチが倒してフォースブレイク入ります。あ、これ結構頑張ってますよ。普通に安定してるぞ。あ、マヤミの吸った、やばい、ベッキーがやばい。さあ、黄色になりました。さあ、ここからイオグランデが暴走して、さあ、さあ、やばい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 、いけるか、いけるか、学んでいく。おお、早い。おっと、どうなのこれ。これはタイムは4秒13秒。悪くない、悪くない、すごいな、悪くないで、全然これまさかの初心者大使チーム大前線、まあまあいい勝負、いい勝負、うん、すごいね、すごい、いや、安定して途中であわや全滅というね、いい勝負じゃねえかとか予想外に早いって言われてるの、うん、ねえ、まあ正直あのね、全滅するかとね、ヨースピちょっと、いや今最後ちょっと危なかったね、あれね、しかも若干全滅したら美味しいぞみんなって思ってしまった私もね、いましたけども、うん、ちょっとじゃあ一言ずつ感想、じゃあ、はい、いや、ムッチにならなくて本当に良かったなって思います。もう4ムッチになったら結構もうやばかったなって思うので良かったです、はい、でもすいません、デドスをみんなに巻き込んでごめんなさい。いやいや、デドスでもちょうどいいタイミングでね当たってました。じゃあ次、じゃあベッティどうだったでしょうか。いや、正直全員ムッチーノになったら私が封印ダンスしてみんなで死のうねっていう話をしてて、そういう終わり方にならなくて本当によかったなって思ってます。ありがとうございます。よかった、はい、ということで、じゃあ次、カズくんどうだったでしょうか。はい、想像以上でびっくりです。ムッチーノ来たら全員本当に巻き込みたかったぐらいなんですけれども、ちょっと希望が持ってたんでトロフィー狙います。頑張っていただきましょう。そして自称バトル総監督ユージ君、作戦はどうだったでしょうか。いや、本当にそうですね、災いにならなかったのが本当に、まあ、運が良かったですね、うん、みんな災いになったらもう最後あの俺のマダンテでもうみんなを仕留めてやろうと思ってたんで全員同じこと言ってるんだよ、はい、それができなくて逆にちょっと残念でしたけども、はい、良かったです。さあ、ということでログアウトしていただきまして、はい、初心者大使の皆さんは一旦ご交代いただきます。ありがとうございました。いやー、だからね、結構運が良かったですよね、リッキー、初心者大使のみんなは。